はい、もうしゅっ。さあ、皆様、本日は何をしたいかと言いますと、こちらです。はい、こちらのヨーグルトですね。プレーンヨーグルトですけども、こちらのヨーグルトをですね、美味しくできる方法があると聞きましたので、チャレンジしてみます。さあ、どのようにするかと言いますと、こちらの中に、あるね、魔法の物体を入れるんです。それが何かと言いますと、こちらでございます。ドゥルルペキャン、パインキャンディーですね。はい。こちらのヨーグルトにですね、パインキャンディーを入れることで、パインヨーグルトができるということです。これはすごい発見ですね。そしてですよ、こちらのヨーグルトですね、腸内環境を改善させるために皆さん健康のために食べているかと思いますが、こちらのカップ、一つに対してですね、パインキャンディーをだいたい15個ぐらい入れるというね、入れすぎじゃない ?15 個。どんだけ糖分があるの?こう健康になりたいからヨーグルトを食べてるはずなのに、不健康にさせようとしている。これは健康のため?健康じゃなくならせるため?わかんないけども、マンシュール語録、美味しければ不健康でも構わない!ということでですね、今回、不健康なのか健康なのかわかりませんが、美味しいと言われている、こちらヨーグルト、パインヨーグルトを作ります。まずはこちらのヨーグルトを開けます、はい、ヨーグルトを開けまして、皆さんに見えやすいように移します。それでこちらパインキャンディを開けます。15個ぐらいから、1、2、3、4、5、はい、3つ余ります。はい、この15個を入れていきます。それではこちらのヨーグルトにパイン飴をぶちまけます。ぶちまけまして、よく混ぜておきましょう。これですね。これで出来上がりです。はい、今はね、このような感じ、白いヨーグルトですけども、まあ、黄色になってもあんまりわからないかな。溶けるのに2日ほどかかるということなので、2日待ちます。はい。それでは皆さん、パインヨーグルトがですね、3日経ちました。3日経つと、このようになりました。どうですか?色合いがあんまり違わないですね。匂いは。匂いも、さほど、普段のヨーグルトとは変わらない感じなんですけども、問題は味でございます。ただね、言ったように、この中にパイン飴が15個入ってるんですよ。そんだけね、糖分が入ってるのに、そんなね、体に不健康そうなものを誰が食べるのっていう話でしょ?そうなんですよ。そんなにね、味もね、大して変わってないのであればですよ。あえてそんなね、糖分をね、取る必要はないんですよ。ちょっと食べてみますね。どんな感じなんやろ。いただきます。うまっ!おいしいこれ!すごい!これね、ちゃんとね、パインの香りがね、する口の中で広がるの。食べた瞬間に、こうね、喉の奥にね、パインって広がるのこれ!すごいこれ!おいしい!うまいべこれ!何これ!もうね、皆さん、この中にね、パインキャンディーが15個入ってるっても、こんなのね、もう別に関係ないです。美味しきりゃね、いいんですよ、これは。まあこれ。パインキャンディーと出会って、よかったね。さあ、皆様、本日の動画はいかがだったでしょうか?グッドボンシュール!バッドボンシュール口の中でパインが広がってる。パイン、パイン、パイン。そんなにね、味もね、大して変わってないのであればですよ。あえてそんなね、糖分を取る必要はないんですよ。食べてみますね。こんな感じで。いただきます。
うまっ。